皆さんこんにちは、ペソでございます。ファイナルファンタジー続きやっていきたいと思います。では今回はですね、ミラージュの塔のこの2階の方に上がってアイテムをゲットしていきたいと思っております。まあ、ここがね結構遠い。ちなみにルーブルさん、ああそうか、伊達テポが欲しいなぁ、脱出用にね。しまったな、まあいいか。ヘルハウンドさん、ああ炎来るんだ。霊気系の道具がないのがね痛いですよね、こういう時。糸を残しちゃうからね、どうしても。でここの2階のアイテムをゲットすれば、あーキメラ様嫌だな。あーどうしようかな。ましょうか。あ、でダブルヒールね。ヴァンパイアさんも2000ギルでしたっけ。これダッシュしないのはね、エンカウントが早いからダッシュしてないんですけどね。ここはもう早めの痛い。おー炎だけは勘弁。じわじわ削られるよね。おお、よしよしよし。
モンクさんがやったら炎には強いのよね、不思議よね。マルクさんだけね、そんな炎耐性持ってないんだけどね。おお、エンカウントした。これレーザー攻撃が落としたやつだよね。7000ギル、トールハンマー、なんだっけ、トールハンマーも確か道具使えたよね。ちょっとアイテム整理しましょう。あ、そうですね、サンダラですよね。ガントレットと一緒か。この順番にしとこうか。で、サンブレードがね、どっかにあるはず。コテージ、これか。ああ、これだ。アンデッド種入口なだけで、命中率若干下がるけど攻撃力上がるんだったらこっちだね。で、ブリンクが使えるからディフェンダーをこっちに、先制攻撃が多いな。うわ、ドクった。
はい、なんとか、倒せましたけど、久々のドッケージですね。マルクさんだけ一人桁が違うんだけどね、桁というよりはね、ダメージの割合がね、やっぱり普通1か2なんだけど、一人だけ70とか80受けるの、ヒールが追いつかない。はい、ではね、こちらでダケアルダの、あ、でもダ使いたくないな。はい、これでダッシュ。早い方がいいんでね。わあ、またいっぱい出てきたな。ちょっとここは。強い魔法でいきましょう。
炎はねまだ知れとるんやけど、次も3匹とも炎やったら大変やね。では今回は、ここで終了させていただきたいと思います。で次回はどうしようかな。ちょっと魔法等をね、買い足ししてからそうですね、そろそろね、マリーさんを倒すのもよしと、あとは冬石のあったあそこの氷の洞窟のね、アイテム回収ちょっとし損なってたんでね、敵が強かったんで、あの辺ちょっと回収してもねいいかなと思っております。その辺ちょっとやっていきたいと思ってますんでね、またお楽しみにしておいてください。ではご視聴ありがとうございました。さよなら。